ソフトバンクの小久保裕紀監督が23日福岡市内のホテルで就任会見に臨んだ。昨季から2シーズン指揮した藤本博史前監督から引き継いだ新監督は、目標はリーグ優勝、日本一とペナント奪回を宣言し、小久保監督は挨拶の中で少し違和感を抱いているというところが、強い、勝つチームということは大切ですが、美しさ、美意識と言ってもいいと思いますが、そこが一番今欠けているんじゃないかなと。今回就任にあたり、共に歩む首脳陣、選手たちといかに美しくあるかというところを、お互いの共通認識として持ち合わせながらチームを作っていきたいと、今後の理想像について言及した。3年連続でリーグ優勝、日本一を逃したチームの再建を託した王貞治球団会長は、若い選手と共にホークスの野球、優勝を目指す、取り戻す野球をやってくれると思う、思い切って自分の思う野球をやってほしいと期待を寄せ、小久保新監督は王監督のイズムを継承し、今一度チームに浸透させたいと語った。なお、美意識についてはこれを言うと強制みたいになってしまうのでとのことで、具体的な内容は語られなかった。徐々に浸透させていくらしい。侍の時中田に唾吐き注意してたな。ガムクチャも場所を選べと言われそう。藤本、野球には美しさがなかったと、悲しい気持ちだ。藤本はビジュアルからしてホークスには似合わない。キレの悪いおっさんだらけだからね。周東のニヤニヤは注意した方がいいぞ。周東は前歯のせいでニヤニヤしてるように見えるの。微笑んでるんです。美しい国日本、第一安倍政権みたいなこと言うんだな。美しいプロ野球チームはまさか序盤からバントなんかしないよな。美意識ね。小久保博樹にとって山川穂高は美しいのか美しくないのか聞きたいものだ。礼儀にうるさいのに党の本人があれってケースやたら多くないか。自分のことは棚に上げて聖人君子のようなことを言ってもコーチも選手もみんな分かってるよ。藤本ってどう見ても土方の監督にしか見えへん。美しくねえと思った光景は試合後の監督の愚痴、負け試合でベンチでふんぞり返ってる主力、誰とは言わんけどな。奈良原ヘッドと村上が吉本よりはマシ、以外は何のワクワク感が湧かない首脳陣やな。こんな期待値ゼロの新監督就任は福岡来てから初めてやな。まあ目指せ A クラス。よく負けてヘラヘラや挑発ヒゲやガムクチャがやり玉に上げられるけど絶対関係ないだろ。おつやみたいな雰囲気になってる中日は弱いし、前世紀の山賊打線はヒゲガムクチャだらけだったろ。負けてもベンチでヘラヘラしてるのは美しくない。就任前から批判も多いが、全ては結果次第。まずはドラフトを持っているかいないか。ナルシスト決め。あれは美意識に欠けてないんか。美意識とか心情意識しとんのか。ペットボトル放置とかガムクチアのことやろな。早速史上最低を更新しに来たか。これが美意識や。お前はスタイリストまともなやつつけろ。藤本再評価路線。すまん、駆動帰ってきてくれ。早くもネタ監督路線かよ。ビビビビ美意識。来年もあかんねん。老害王がおる限りもうダメやろ。便器の監督らしいな。もしかして藤本の方がマシなんか。セクシーベースボール。強いチームも大事だと思うが、美しさ、美意識が欠けている。いかに美しくあるか、お互いの共通認識として持ち合わせながらチームを作っていきたいと指針を示した。強いチームも大事だと思うが、もうって何。意味わからん。意味不明でくさ。強くなる前に美意識をしっかりしないとな。強くても汚らしいチームは美しくないから仕方ないな。打撃フォームとかそういうこと。品のある守備的な話か。野球の美意識って何なんだよ。あれは美しいんか。ブーメラン刺さってるぞ。確かに藤本のヒゲは汚いしな。言わんとしてることはわかるやろ。品格良くしようってことだろ。ただ息苦しくなって悪影響だとしか思わないが。史上最低監督候補、小久保になる。小久保が生え抜きのミスターホークスとか言われてるけど、同時期にガチでホークス一筋の平成唯一の三冠王がいたはずなんやけどな。小久保新監督、ほくろ取ろう。何でもないゴロを派手に取り、ファインプレーのように見せるなと好意的に取ってみよう。ちょっと立浪匂いするわね。新庄、こんちゃん、そのほくろ取っとこうか。ははははは。やっぱ新庄って美意識高いわ。ブサイクは試合出さないとか。ヒゲ金髪挑発禁止か。藤本から払拭に必死やな。阿部と小久保と立浪と新庄、4人も立浪っぽいやつおるやん。どうも吉外政権の一軍は緩み具合が尋常じゃなかったみたいやからな。美意識という言葉くらいでしか表せないんちゃうか。来年の夏前には名言打線が完成してそう。無能監督にありがちやな。ビューティー小久保。ふわー、ビューティセンス小久保か。
バトルフェイス立浪との対戦が楽しみやな。柳田の論議切らされるな。泥臭く一点をもぎ取るのはどっちや。美しくないかな。これは美意識どうなん。これは普通に似合ってないから切れていき。なぜかシーズン終盤に三森や周東が黒っぽく染め直したのは国母関係あるんか。キモロンゲは美意識に欠けるから切るべきやな。まずはユニフォームから柳監督にデザインしてもらおう。サムライジャップの時にこいつの無能っぷりが露呈されたのにこんなやつ監督にするとかアホなんか九州人って。ぶっちゃけこんなことよりウエスタンとイースタンの打者比べて文句言ってたことの方がよほど不安やわ。野村大臣は美意識があるとか言ってひいき気をしそう。藤本が一旦ハードル下げたから楽だよな。秋山工藤は勝って当たり前みたいな環境だったし。柳田はなんでこんなキモい髪型するんやろか。どうせなら万番くらいまで行けばええのにな。美意識が大事なら三森は試合出れるんやろうか。国母見てるか。タカファン、ヒゲやめろ。本当にやめた結果。手をメディアの前に出すなら挑発邪罰ヒゲは禁止にした方がいいだろ。次の監督候補は誰なん。なんかネタ成分強めの監督でくさ。ええやん、楽しみや。よかろうが悪かろうがしばらくは国母や。さすがに国母は藤本みたいにすぐ切れやろ。南の国母、北の新庄。新庄と同じやん。東の阿部も追加で。中央の立浪が強すぎる。仮にも WBC 優勝監督なのに。侍ジャパンの監督をして頭国母全身国母などなど言われた程度には無能だということ、忘れてはいけない。そう考えると阿部今江って青年監督の割に意識低いな。まだ吉久の方が理解できるレベルやろ。なんやねん美意識って。美意識とかよりも無償トレードの理由を正式に公表してほしいわ。日本代表監督の時に超絶無能だったのに真剣に藤本より上だと思っているタカファンいるのかわいそう。ひょっとしてほくろ取れとか言っちゃう監督また出てきた。 CS 敗退後10分でクビにされて花束もねぎらいの言葉すらなかった前監督の方がマシなのでは。新庄も見た目の話をしてチームを改革したからわからんぞ。トンデンも無能老害発言してたけど結果出してから。バンドウとか好きそう。低迷したら美意識とか煽られそう。これは逸材の香りがしてきたな。細川やっけ、国訴って言いかけて慌てて訂正したの。監督なんて誰がやっても同じだぞ。ヒゲ面の太ったおっさんじゃ美意識に欠けるってことか。あれはあれで愛嬌あってやろ。ベンチ前の森塩を蹴るのが美意識か。ホークスファンは国母に期待してないよ。ヘッドの時あの手たらくだったし。引退試合でノーノーされる以上の美学はないやろ。引退登板でホームランより美しいわ。国母は2軍監督時代はずっと育成選手が5人しか使えないからスタメン組めないって文句言ってたけど、育成から支配下昇格何人かやるんかな。補強しまくるから支配下枠いっぱいだけど。ルーキーが全力疾走してなかったからみんなの前でブチギレたとか言ってて確実に息苦しいチームになると思ったわ。あれの根底にあるのはなぜ1軍に行った選手が2軍の連中より緩んでるのかやからな。いかに一軍が腐りきってたかよくわかるな。秋山にしても工藤にしても監督もコーチの一員として選手指導できるのが強みやねんな。そこから何の指導もできない暗黒難解のデブ連れてきたらそら崩壊するわ。藤本のおかげでハードル下がったって言うけど兄さんって言うほどハードル低くもないよな。藤本を諦めないでほしかった。あと1年我慢すれば優勝してたかもしれんのに。国母2軍監督になってから昼間やっとる下の試合結果を見とったけど、今の2軍って確かに上よりはキビキビしとるし雰囲気もええで。なんでやろな。そもそもなんで侍ジャパンの監督になれたんや。超絶ヌルゲーのプレミア10にすら優勝させられない男やぞ。挑発ヒゲ茶髪禁止、つまりは立浪や。柳田の挑発とガム禁止だ。あと漫画も読ませない。パリーグの立浪や。米 OK ならまあええか。パリーグの選手って茶髪ロン毛が多くて汚いんだよな。今の日本であんな茶髪が多い業界パリーグくらいしかないだろ。勝てないんやから美しくない。勝てば美しいんよ。早速ブーティー国母ってあだ名ついててくさ。ヒゲイコール泥臭さ、国母イコール美しさ、真逆だけどどちらもバント野球。結局勝つかどうか優勝すら何も文句は出ないわな。強いだけじゃダメだ。美しくなければ by 国母ひろき。汚いヒゲ、ロン毛、ガムクチャ、負けててヘラヘラ談笑、ベンチでふんぞり返り、包括していろいろありそうだな。ロン毛についてはマージで勝負に関係ないからこれが一番かわいそう。なんかやたら髪について言う人いるがこれに関してはずれまくってる。成績伴ってるなら髪の毛なんとも思わんが、かんばしくないからまず形から入ったらどう。ってことで髪の毛がやり玉に上げられる。今年優勝した阪神オリックスにそういうチャラついたイメージないし、言われてないだけだとしても、見た目チャラチャラベンチヘラヘラでも100勝して10ゲーム差以上つけて首位なら何も言われんわな。全員坊主にすればいいってもんでもないしな。
髪の毛については本当に見苦しいから何とかしろ。笠やん為替の文具物は何つやつけとるにゃ。チャラチャラせずに実力で目立たんか。オリの森の髪なんて白髪かと思ったくらい。そのオリックスは土産がロン毛じゃねえか。挑発禁止にした中日は散々だし、髪型なんてバカがやり玉にあげてるだけ。ロン毛騒動の成分は語彙だからな。まあ髪が長くて染めてるやつが不潔に見えるっていうのはあるんだよな。でも個人の勝手だからな。美しい二流選手はいらないし。そもそも成績が悪いから髪を変えろってのが意味不明すぎ。髪を切ったらどういう理屈で成績が上がるんだ。美しさなら山川は後だよな。小久保やっぱ長髪とかヒゲとかガムクシャとか嫌いやったんやな。ワイも嫌いや。許されるのは柳田くらい。長髪ヒゲはオッケーだろう。多分試合中のガムもオッケーと思いたい。今の柳田の髪はうんって感じするな。柳田、川瀬や笠や三森の髪にごちゃごちゃ言う人は自分の理想を押し付けてるだけだよ。髪型までこうしろはさすがに引くわ。それだったら先発ヒゲまで統一しろって言われる案件だろう。小久保とヒゲは相性良くなさそう。ヒゲ、ワイの泥臭いに対する当てつけか。小久保はシンプルにヒゲのこと下に見てそう。小久保は大英現役時代のロッカー将棋ヒゲをリアルで見てるだろうからな。清く、正しく、美しく、何より強く、これが大泉。藤本には実現不能だった。そりゃ現役の時の藤本は弱小ホークスの中心にいた悪い見本だから。小久保や松中なんかはそういう悪い先輩の真似をしないように教わり育ってきたんだろうからな。ベンチの姿も見られる意識持てないならベンチ前にマジックミラーとか設置して外から見えなくするべきだよな。野球選手はヒーローなんだから。ファンとか大勢に見られてることを考えろよってことなんだろうな。美意識はあれだけヘラヘラ談笑とかふんざり返りとかが中継カメラに抜かれたとこ見ると目につくとこは狙われて流されるんだろうし、 SL プラスは自前だから控えめになるけど。厳しいのは時代に合わないかもしれないが、今のホークスはもう少しピリッとしないとダメだな。おそらくは選手の挑発をメインとした風紀に関しての意識改革を言っていると思う。小久保らしい。今はそんな時代ではないと思うけど、まあそこを正していき結果出るのならさすがでしたになるのでよろしくです。阪神岡田監督の四球への意識改革で出塁率を大幅アップさせたくらい期待してます。要所要所で爪が甘かったり、流れに流されて大連敗したり、その要因がどこにあったかを突き詰めればソフトバンクは強豪チームであることは間違いない。選手と同じくらいコーチにも厳しい目を向けているのを忘れるな。気持ちがしか言えんやつは問答無用で無能な烙印を押すからな。美意識と対局のとこにありそうな山川はどうするんだろう。山川はデブではかなりの美意識な方だろう。あんな美しいデブおらんやろ。年明けチームのためにおしろいを塗りたくった近藤の姿が、まあ12連敗決めた角中逆転ホームランがあんだけ物笑いの種になったのも直前のベンチの様子が理由の一つだしな。でも意識的に態度を引き締めても将軍が変わらなければ特に意味はないとも思う。あれ以降も別にベンチの様子が変わったとは言えず、相変わらず勝ちを確信するとニコニコしちゃうチームだったし。その件については小久保も3点差で勝ちを確信して寝たらしいな。もしかして藤本と同等、いやそれ以上にヤバめか。大丈夫だよな。ボサボサ頭に色つけてヒゲをだらしなく伸ばしている風のファッションしている人とかは注意してほしいね。結果出してりゃ個性って見るけど、大した結果出してないのがやるとふざけているようにしか感じられない。ベンチではただあがくこともなく打たれた投手がニコニコし、ミスなどした選手がベンチに戻ってきても叱咤激励するわけでもなくポツン。見た目も大事よね。髪の毛ボサボサ、ヒゲもじゃもじゃで以前よりも少しチームとしてのだらしなさ感じる。見た目が全てではないけど、髪を伸ばすにしても試合中は整えるとかあるよな。藤本監督より前の状態に全て戻ってほしい。美意識じゃないだろうと己は思う。いつもホークスの試合を見てて思うのは、粘りや泥臭さなどが全く感じられない。待遇がいいからか何なのかはわからないが、今のチーム成績では他のチームより年俸が高いのはありえない。美などを追求する前にもっと野球をやってほしい。ソフトバンクに必要なのは泥臭さだと思うけどな。それは藤本野球やんけ。藤本帰ってこいやー。